畠山長爪は、戦国時代の武将、守護大名、河内国守護、畠山氏当主、畠山久信の次男で種長の弟、聖国、晴広白の2位、神は、左京大部。両畠山系図によると、久信の次男であり、当初は、義ーに在国し、宮原長爪を称していたようであるが、石垣正氏を滅ぼした後は、石垣氏を称したという。 天文3年8月、兄、種長に代わり、十二代将軍、足利義春のお家ち書きを得た、長教によって、守護に擁立される。これは、細川高国残党の細川春国、本願寺と連携して、細川春元に対抗し続ける種長が、春元との妥協を模索する、守護代の湯座長教と対立したためと思われる。その後の長常の動向はほとんど見えず、 天文5年5月には弟、晴弘氏が高谷城に入っていることが確認される。ただし、晴弘氏は、間もなく館形号を上表しており、正式に、吉春や春元から家督として承認されなかったようで、ある。長常は、湯沢長教、木沢中正に殺害されたとされるが、これは、足利清旗、俗欧人皇旗などの後世の軍旗にしか見えず、 当時の年代に近い資料では確認できない。また、その原因として、応仁の乱以来続く畑山氏の分裂状態に、終止符を打つべく河内を二分して、対立する美州家、総州家両派から一人ずつ守護を立てるという長京の提案に激しく反発したとされることもあるが、やはり同時代資料で確認できるわけではない。いずれにせよ、 天文5年時点で失脚ないし死亡したものと思われる。天文7年、晴れ広市に代わって畠山春間なる人物が美州家当主にされ、総州家では畠山在氏が当主に擁立された。両者は河内藩国守護となり、長京、長政がそれぞれの守護台として実権を握った。ありがとうございます。